食事の際に使うナイフとしては、テーブルナイフと呼ばれる種類のナイフが一般的ですが、海外のメーカーなどは他の名称で呼ばれるものも多く、選ぶのが難しいものです。基本的にはフォークやスプーンと合わせて選ぶことになりますが、ここではテーブルナイフの選び方と切れ味もデザイン的にもおすすめの商品をご紹介します。リストの最初の製品はディナーナイフ、ツバメ新興工業スナオ。ベーシックなデザインながらでのフィット感が抜群なのが人気の秘訣です。細かなデザインにこだわりが現れていて、裏側はすべて角が取られているので、指が痛くならなく、握りやすくできています。フォークやスプーン、ティースプーンなど多くのカトラリーが同じデザインで販売されているので、揃えれば統一感が出て使いやすくなりますよ。リストの次の製品は、ドラゴンデザートナイフイケア、イケア。イケア定番のカトラリーシリーズのナイフ。使い心地は間違いありません。テーブルナイフよりやや小さめですが、女性もお子さんも扱いやすく6本セットなのでこの1セット、あればご家族全員分揃って便利です。リストの次の製品は、ステーキナイフポリウッドナチュラルトラモンティーナ。シュラスコで知られるように、肉料理をよく食べるブラジル。そのブラジルのキッチンウェアメーカー最大手、トラニータ、トラモンティーナの人気製品です。切れ味はもちろん、ポリエステル加工の木製の柄が、温かみのあるデザイン。食器洗い機にも対応しており、一般家庭からレストランまで幅広く使われています。リストの次の製品は、北欧食器チッテリオ98ディナーナイフイッタラ、傷の目立たないマットなデザインで、モダンでありながら、クラシック感を感じるディナーナイフは、おもてなしにもぴったりです。お祝いです。お祝いごとのプレゼントとして、フォークやスプーンなどとセットでプレゼントしてもいいですね。リストの次の製品は、パールスタンダードナイフクリストフル。ロココ調の華やかなデザインで、アカンサスの刃飾りが特徴のナイフです。ルイ16世様式の真珠の模様が連なるデザインは、クリストフルならではの繊細さ。シンプルかつ美しいデザインも魅力です。お値段は張りますが、シルバー好きの方は手に入れたい憧れのナイフです。次の製品は、グランプリディナーナイフカイボイスン。握りやすい柄に重すぎず軽すぎない重量で、硬いお肉もスッと切ることができます。美しいデザインと、しっかりとした切れ味という機能性を兼ね備えている、使いやすいディナーナイフ。同じデザインで、スプーンとフォークもありますので、セットで揃えてもいいですね。リストの次の製品は、テーブルナイフ流装理。ステンレス製で、艶消し仕上げと、緩やかなフォルムが、温かみのある、テーブルナイフです。適度な重量感で手に馴染みます。オールステンレスですが、温かみのあるフォルムで、どこか、可愛らしさもあるので、普段使いにもおもてなしにもおすすめです。リストの次の製品は、テーブルナイフゴアシルバーブラック口ポール。口ポールの代表的なナイフでもある、ゴアシリーズは、デザイン性と使いやすさが特徴です。ステンレスと木目調の樹脂を組み合わせたナイフは、スマートでおしゃれなデザイン。フォーク、スプーンと合わせて、人気の高いシリーズです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に、製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。